皆さんこんにちは、アクソーサイのコーチです。前にですね、のし袋の話をちょっとさせてもらったと思います。さっき業者さん来られてですね、これちょっといいですか、このし袋、これ2つ並びます、この違いが分かりますか。もしも知らんかったんです。実はですね、こっちの方、これ裏回すとこういう感じになってますね。これ東京リーグらしいです。ネットでもちょっと調べてみたんです。で東京リーグでこっちがですね、こう縦線が入ってますね。こっちも微妙にしましょうか。こっちこの上のところへこう斜めに下もこうね、縦に線が入ってるの、これ大阪オリーグらしいです。大阪オリーグは後ろがねストンと、まあこれ一般的に読みますね。でこれは全部開けて包む分です。東京リーグは。でこれどういう意味なのかなと思ってネットでちょっとたたっと見たんですけどね、まあ意味までは書いてなかったんですけど、やっぱり何かあったんでしょうね。これ多分東京と大阪、多分東と西にこう分かれて、なんかこう向こうがこうならこうしようやいうようなあれがあったんじゃないか思うんですよね。それから作る人のこだわりか、こっちの方が入れやすいじゃないとか、多分そういうことがあったんじゃないか、何の説明書あるのか分からんですけど、今日ちょっとのし袋のね、東京織大阪織、実を言うとこれ昔からそういう言い方あったらしいんですけど、私初めて来ました。今日業者さん来られてね、これ勉強になったなと思ってちょっと YouTube で、説明をさせていただきました。以上です。失礼します。